小島和夫昭和27年5月26日は、明治、大正、昭和前期の日本のジャーナリスト、衆議院議員、貴族院議員。一年、小一年と合す。慶応元年8月1日、田島国と8日に生まれる。小島家は、旧豊岡藩士であり、勘定奉行を務める、家柄であった。小学校を卒業した後、明治十二年に上京し、浜尾真のもとで、 協立学校、同入者などで、杉浦茂武などに学ぶ。明治14年に、郷里の豊岡日旦戻り、漢学史塾田から林義塾に学ぶ。その後再度上京し、明治21年に、杉浦の紹介で、三宅節令が主催する雑誌、日本人の記者となり、ジャーナリズムに身を置く。さらに、やはり杉浦の紹介で、日本新聞の記者となり、日清戦争では、 同僚であった、正岡子規と従軍史宣教を報道した。明治31年、現用者系の九州日報の主筆を一年半務め、後、日本新聞に復帰。明治41年には、満長報に移った。前列左から、伊予木良造、犬飼い武氏、遠山光、小島和夫、後列左から、明日は清美、在神戸海峡総場。 シャムグノーフ、在東京海峡総長クルバンガーリー、島野サブロー明治44年11月、第10回衆議院議員総選挙補欠選挙に立候補し当選する。以後当選6回を数える。立憲国民党、革新クラブを経て、立憲声優会に所属した。一貫して、犬飼武氏の側近として、行動を共にする。また、 原用者の東山光と結んで孫文を援助し、侵害革命を影から助けた。大正10年の宮中防重大事件にも介入し、山形有友の権威失墜に一役買うこととなる。第二次五権運動では、犬会を補佐し、声優会、県政会との五権三派連合の成立に尽力した。大正13年、犬会停身大臣の下で、 平心政務次官となるが、昭和3年の衆議院議員総選挙で落選する。昭和7年3月15日、貴族院議員に直選され、昭和22年5月2日の貴族院廃止まで在職した。戦後、篠原内閣が組閣された際、入閣を要請されたが誇示する。また、昭和21年5月に、 日本自由党総裁の鳩山一郎が公職追放となった際に後継総裁の一人に儀され、鳩山ら自由党首脳に就任を根制されるも、これも老齢を理由に誇示し、市出原内閣の外相だった吉田茂を強く推薦した。以後、占領期の吉田の相談役となり、政界の死難番と称された。昭和27年5月26日、死去。 去年81、総価教育学会の設立にも、積極的な役割を果たしたことでも知られている。なお、作曲家の田中公平は、彼の彦にあたる。裁判年の昭和26年に、各口述筆記で、解雇団、一郎政治家の改装、中高文庫、昭和50年、審判2015年、小島和夫正談正解50年、小島和夫解雇録を出版。 また同年の中央公論特集サンフランシスコ会議号にも寄稿している。生涯の名誉としたのは陸活難の紹介で日本新聞社に入社させた正岡式で式没年の明治35年に編著式元公録を出している。晩年にも改装記式と布設を雑誌申請に寄稿するなどしている。他に布引き丸事件において 小島が冤罪を晴らした、生涯の名友で、後の首相、犬飼い牧道もいる。また、反発政治打倒運動で、つながりがあった、三浦五郎裁判員の解雇団、関寿将軍解雇録官を公越している。金銭には潔癖で通し、唯一の趣味としたのは、囲碁で、北文子ら騎士を援助したほか、日本及び、日本人史上で、石市春と田村田本氏の十番後に、 囲碁史上最初の感染期を掲載した。ありがとうございます。